オレグ・モイセエビチカガンは、ソビエト連邦のバイオリニストである。7歳で、ラトビアのリガ音楽院に入学して、ヨアヒム・ブラウンに指示。その後は1959年に、モスクワ中央音楽学校に進み、ボリスクズネツォフとダビッド・オイストラフの訓導を受け、校舎の相弟子となって、私的にも親しい関係を育んだ。コンクールに参加して、 数々の賞を授与されており、1964年には、ブカレストエネスココンクールにおいて4位を、1965年には、ヘルシン・キシベリウスコンクールにおいて第1位と、チャイコフスキーコンクールにおいては、第2位を、1968年には、ライプツヒ・バッハコンクールにおいて第1位を獲得した。チェリストのナター・リア・グートマンと結婚し、たびたび共演する機会を持った。 1969年からは、スビアトスラフ・リヒテルを、室内学の定期的なパートナーとして、活動を続けた。いわゆる、リヒテルファミリーの中核的な存在だった。バイエルン州のビルバート・クロイトにおいて、音楽祭を主催し、このファミリーとの共演で親密な演奏を聴かせた。1990年、ガンヌためメ43歳で死去した。ビルバート・クロイトでの音楽祭は、 彼の生前の功績をた,たいて、オレグカガン国際音楽祭と改名され、妻のグートマンやリヒテルなどによって継承された。ありがとうございます。